はい、こんにちは。リオハリキュー整体院長の笹原健太郎です。今回のテーマは9割が知らない痛みを感じる本当の原因ですね。こちらについてお伝えの方していきます。で、痛みってまあなんか痛いわって感じると思うんですけども、その痛みがなんで感じてるのかって結構理解できない方が多いんですね。で、それを理解できてないと痛みが出た時にどういった対処をすべきなのかっていうのがはっきりとわからないので、もうこの動画で痛みっていうのはなぜ起きるのかっていうのをまず理解していただいて、じゃあそれが起きることによってどうすべきなのかですね、ここまでも具体的に知っていただければなと思います。ではまず結論、なぜ痛みが出るのかというと、実は痛みっていうのは血管が広がった時に痛みのセンサーが感じて痛みっていうのを脳に伝えるんですね。ではこの血管が広がる時って大きくこの2つのパターンしかないんですね。まず1つ目が炎症ってのが起きた時、で次2つ目が血管がギューと縮まってる時ですね。ただこれだけだと全然理解ができないと思いますので、今からこの2つのパターンですね、2つのパターンっていうのを分かりやすい形で具体的に解説の方をしていきます。まず1つ目の炎症ですね、これはなんとなくイメージできると思うんですけども、例えば急にバーンと肩を打ったとかですね、ねじったとかですね、そういった急な外力がバーンと体にかかった時に、人っていうのはその組織を損傷してしまうんですね。で、その損傷した時に起こるのがこの炎症なんですね。で、実はこの炎症が起きている時に、実は血管ってわっと広がるんですね。で、これはなぜかというと、血管を広げることによって、実は血の中に体を治すような成分がたくさん入っているんですね。なのでその損傷した患部の血管を広げて血がブワッといくようにすることによって、免疫細胞がそこにグワッと集まりやすくなる。それによって人っていうのは損傷しても勝手に治してくれるように体ができてるんですね。で、この炎症が起きて血管をブワッと広げて血を集めようとした時のこの血管が広がるって時に、人間っていうのは痛みの物質っていうのが実は出るんですね。痛みの物質が脳に出て伝わる、これが痛みなんです。ではこの炎症が起きている時の対処ですけども、もうこの痛みってのはもうそこの患部を損傷して治さなあかんから何もせんといてくれっていう風に訴えてるんですね。なので炎症が起きた時っていうのはもう来出処置という処置がもう最優先になります。この来出処置って何かというと、例えばこの、ま、手ですけど、これを足首と仮定した時に、まずはこの足首をこう損傷した時に足首を安静にするってことです。で、安静しながらも、例えば足首を損傷した場合はここをアイシングからしっかり冷やす。で、冷やしながらもこの周りっていうのをぐーっと、例えば包帯とかで軽く圧迫する、要は圧迫するってことですね。要は安静しながらしっかり冷やして患部を軽く圧迫する、その状態で患部をやや上に上げるですね。例えば足首ならこの足首の位置をやや上に上げて、ここに何か敷いといて、その状態で固定しておくってことですね。急な外傷が起きての炎症による痛みっていうのは、先ほどお伝えした来出処置ですね、これを行うっていうのがまず適切な対処になってきます。で、次2つ目の痛みの原因っていうのは血管が縮まってる時ですね。で、実はこれ厳密に言うと酸素が不足してる時なんですね。で、人っていうのは痛みって、その先ほどの炎症じゃなければ酸素が不足して絶対痛みを感じます。ではこの酸素が不足する理由としては、この血管がギューッと縮まって、縮まるとイメージできると思うんですけども、中の血が巡らなくなりますよね。で、血の中に酸素が含まれるので、ギューッとなって血が巡らないと必然的に酸素が不足してしまうんです。で、人ってのは体の組織に絶対酸素が行き渡らないとダメなので、血管が縮まって酸素が送れない状態になると、この縮まった血管をガーッと無理やりでも広げようとするんですね。で、この血管を広げようとした時に実は感じるのが痛みなんです。一つ目の炎症っていうのは損傷が起きたから血管が広がりましたけど、そうではなくて、要は何かしらの要因で血管がギューッと縮まってしまって酸素が送れないから、そこを無理やりでもガーッと広げようとする、その時に感じる痛みっていうのがこの二つ目のパターンなんですね。じゃあこの血管縮まる理由っていうのを考えてほしいんですけども、人間のこの血巡ってるとこっていうのはほとんど何かの組織の間を通ってるんです。で、この組織っていうのは実は筋肉なんですね。なので筋肉がギューッと硬くなればなるほど、間を通ってる血管っていうのもギューッと圧迫されてしまう。この圧迫されてしまうと、あかん酸素が足らんってなので、そこをバッと広げようとする、その時に痛みを感じるんです。なので痛みを感じさせない本当に大事なのは、筋肉を適度に動かすの、これが一番大事です。なのでじーっと一日中するのではなくて、適度にやっぱウォーキングをするとか体を動かすとかですね、そういった習慣をちゃんとつけるってことです。
あと酸素が不足するっていうのは血流が悪くなっているので、やっぱ水分とかで、ね、水分とかもしっかりとる。特にやっぱ私がおすすめしているのは水をしっかりとるってことですね。水をちゃんと摂取することによって血が巡るので、そういった痛みっていうのも感じにくくなります。なので筋肉を適度に動かしたりとか、水分をしっかりとって、筋肉の状態っていうのをそんなギューッと悪いような固まった状態にしとかないってことです。そうしてちゃんと血が巡るようにしておけば、痛みっていうのは感じにくくなりますので、ぜひこういった痛みを感じるっていうのは実は2つのパターンがあるっていうのをこの動画を通じて理解していただいて、自分自身もどっちの対処が正解なのか、まあ、ほとんど急な外傷がない限りは後者のパターンがほとんどですので、ぜひ自分自身でなるべくいい状態を保つようにして、痛みっていうのを解消していただければなと思います。でもこの動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。